ロッテグループロッテホールディングスロッテ株式会社ロッテは東京都新宿区に本社がある菓子メーカーしげみつたけおが1948年に日本で創業創業以来世界各地でグループを展開ししげみつの出身地である韓国で積極的に投資して大規模に事業している非常上企業緑会の会員企業で 三和グループに属している。株式会社ロッテは、持ち株会社、ロッテホールディングスとなり、持ち株会社に移行し、菓子メーカーとしての現在の株式会社ロッテは、分離して新設され、持ち株会社の参加となっている。現在 CEO は、五朝 H ドイツの文豪、ゲーテの若きワイルテルの悩みのヒロイン、シャルロッテにちなみ、ロッテと命名。 ザドリフターズの中本工事の実母が応募したお口の恋人ロッテをキャッチコピーにしている。日経 BP コンサルティングによるコーポレートメッセージ調査の早期率ランキングで5年連続してで第1位を記録している。新宿工場ロッテシティホテル錦糸町ロッテでは以下の5冊を発行している。かつてはベーカ、メロンクリームソーダやサルオーといった飲料も手掛けた。 チューインガム現在および過去に発売のもの。チョコレート現在および過去に発売のもの。他キャンディーキャラメル現在および過去に発売のもの。他ケーキビスケット現在および過去に発売のもの。アイススナック菓子以下はすべて終売他多数その他、中国や台湾ではロッテのことを楽天と表記している。これは、 日本の楽天株式会社の設立以前から用いられている単語であり、楽天株式会社とロッテに直接の関連性はない。なお、両者とも日本のプロ野球で球団を持っており、なおかつ楽天が台湾のプロ野球に参加するようになったため、球団の名称についてはロッテをラトクと表記識別している。ただし、同じシーン、東明がオーナーを務める韓国プロ野球の ロッテジャイアンツは区別の必要性が低い、ためらく点表記であることが多い。パイの実についていた、エルマーク1961年4月、ロッテガム50円分の包装紙を送ると、1000万円が当たる抽選券がもらえる検証。800万通近くの応募があった。1976年10月、ロッテ製品200円分の包装紙を送ると、中野サンプラザ、 川崎産業文化会館、読売ホールで行われたビートルズのフィルムコンサートチケットが、ペア5000組にあたる検証が行われた。製品外箱についている L のマークを、必要ポイント分に集め応募すると、景品がもらえた。2019年3月末をもって終了した。ロッテが創業70周年を迎えた2018年には、これを記念したアニメーション、ベイビーアイラブユー o ぜが制作された。 監督は、松本理恵、アニメーション制作はボンズ。同年12月5日にフジテレビ系列で放送された、2018、FNS 歌謡祭、第1夜の CM 枠で30秒バージョンが、12月12日の2018、FNS 歌謡祭、第2夜にて60秒バージョンが放送された。現在は YouTube で本編が公開されている。テーマソングは、 バンプ・オブ・チキンによる書き下ろし楽曲の新世界で使用されているのはショートバージョンである。なお、アニメーションのタイトルはこの楽曲の歌詞から採用されたものである。また、バンプ・オブ・チキンが2019年7月10日に発売したアルバムオーロラーアークの初回限定版には、本アニメーション映像を使用した新世界のミュージックビデオが収録されている。 2019年11月23日には、ロッテ創業70周年記念スペシャルアニメーション、Baby I Love You ビジュアルブックが、復感 .com から出版されている。五十音順。太字は、現在の出演者。愛は、ロッテアイス。K はロッテ健康産業の取り扱い商品。などた多,多数、などた多,多数などそれ以外は、スポット CM や、週替わり。 日替わりスポンサーが多い。また、三重テレビ放送制作の機構番組にも、共産扱いとなっている。なおここまで、土曜日の夜に放送されていた、ロッテ枠は、10年間のブランクを経た後の2002年10月に、日曜日22時台へ移り、ロッテガールズハッピータイムと題して、上戸彩、セブンティーン、S マップ、長沢まさみタイトル未定、長沢まさみスウィートヘルツを放送。 2012年4月から2018年9月までは、ロッテ、週末ヒロインタイムとして、桃色クローバー Z 桃黒クラブキスハグを放送していた。復刊 .com という出版社名であるが、この書籍は新刊である。ありがとうございます。